第3章、最近の法令等、改正状況についてご説明をさせていただきます。はじめに、電気事業法の改正につきましてご説明をさせていただきます。第208回通常国会において、令和4年6月15日、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律が成立し、この改正により、電気事業法においても、 認定コード保安実施設置者に関わる認定制度、小規模事業用電光作物に関わる届出制度等、登録適合性確認機関による事前確認制度の3つの制度が導入されております。1つ目の認定コード保安実施設置者に関わる認定制度につきましては、テクノロジーを活用しつつ、 自律的に高度な保安を確保できる事業者を認定することで各種届出等の特例を認める制度となっております2つ目の小規模事業用電工作物に関わる届出制度につきましては次のスライド以降でご説明をさせていただきます3つ目の登録適合性確認機関による事前確認制度につきましては登録適合性確認機関が 工事計画届出での事前確認を行うことを認める制度となっております。それでは、小規模事業用電光作物に関わる届出制度につきましてご説明をさせていただきます。再エネ発電設備の適切な法案を確保するため、記載にありますとおり、新たに 10kW 以上、50kW 未満の太陽光発電設備、および 20kW 未満の 風力発電設備を小規模事業用電光作物と区分し、2023年3月20日より技術基準適合維持義務や基礎情報の届出使用前、自己確認が義務化となっております。また、使用前自己確認の対象外であった 50kw 以上 500kw 未満の太陽電池発電設備につきましても、使用前自己確認が義務化となっておりますのでご注意ください。 次に、小規模事業用電光作物に関わる基礎情報や使用前自己確認の届出の方法についてご説明させていただきます。届出は申請書類の郵送等のほか、オンラインで提出を行える電子申請システムの運用も開始される予定となっております。こちらの詳細につきましては、ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。 続いて、登録安全管理審査機関による審査についてご説明をさせていただきます。電気事業法施行規則の改正に伴い、令和5年3月20日より、登録安全管理審査機関による使用前安全管理審査の対象設備が拡大されます。これにより、使用前安全管理審査の対象となる全設備について、登録安全管理審査機関が 使用前安全管理審査を実施することとなります。なお、令和3年11月15日現在の登録安全管理審査期間につきましては、一覧表のとおりとなっておりますので、ご参照ください。次に、自家用電工作物に関わるサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインについてご説明をさせていただきます。本ガイドラインは、自家用電工作物の遠隔間システムや制御システム等を対象とした サイバーセキュリティの確保を目的として、自家用電光作物の設置者が実施すべきセキュリティ対策の要求事項を規定したものとなっております。なお、対象となるシステムにつきましては、系統連携における電力系統への影響に応じて区分 A から C に分類され、各区分により勧告または推奨となるガイドラインの条項が設けられております。 続いてこちらはサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの案内資料となります。こちらの資料にサイバーセキュリティに関しての注意事項やどのようなことを意識して対策を行うべきかといった内容が記載されております。ぜひこちらの資料を参考に必要に応じたサイバーセキュリティの対策を講じていただきますようお願いいたします。またサイバーセキュリティに関しましては Q&A もホームページにて掲載させていただいておりますので、合わせてご確認をお願いいたします。次にこちらは、令和4年6月24日付で行われた、発電用風力設備の技術基準の解釈等の一部改正についての内容となっております。今後、再生エネルギーの主力電源化に向けて、風力発電の導入拡大が見込まれる中、 技術的内容をより明確化することが求められている点において、発電用風力設備の技術基準の解釈、発電用風力設備に関する技術基準の定める省令及びその解釈に関する築条解説が改正され、令和4年12月26日付で施行されております。また、この改正の適用を明確化するため、 令和4年12月14日付で工事計画の審査における発電用風力設備の技術基準の解釈の一部改正の適用についてが示されております。次にこちらは水素、アンモニアを燃料として使用する火力発電に関する電気事業法施工規則等の一部改正についての内容となっております。本改正は2050年カーボンニュートラルの目標に向けて 今後水素やアンモニア発電等の火力発電設備の導入拡大を見込み水素アンモニアの燃料特性を考慮した適切な保安規制を講ずるもので令和4年12月14日付で電気事業法施工規則の一部を改正する省令発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令 発電用火力設備に関する技術基準の彩目を定める告示の一部を改正する告示、主要電工作物を構成する設備を定める告示、および発電用火力設備の技術基準の解釈の一部を改正する規定がそれぞれ交付され、令和4年12月15日付で施行されております。なお、 その他、電気設備の技術基準を定める省令等の改正についても行っておりますので、こちらにつきましては、本資料に記載の各種ホームページよりご確認をお願いいたします。第4章、令和3年度の電気事故に関してご説明をさせていただきます。はじめに、法令上報告が必要になる電気事故ですが、 電気関係報告規則第3条に定められているものが対象となります電気関係報告規則第3条では電気事業者の起こす供給支障なども含めて1号から13号までに分けて規定がされておりますそのうち自家用で主に報告が必要なものとして波及事故、関連支障事故、電気火災事故、主要電工作物の破損事故と4つのタイプの事故がございます 次のスライドからはこちらの4つのタイプの事故についてそれぞれ報告のポイントなどを説明させていただきます。まずは波及事故について説明をいたします。波及事故とは自家用電工作物の破損等により電気事業者に供給支障を発生させた事故となります。これが年間の事故件数のうち最も件数が多く、 報告のあった事故件数の6割から7割を占めております。こちらの報告の判断基準ですが、電力会社側の自動再閉路が成功した場合は報告対象外となります。また、自然現象に起因する事故は、事故処方の対象外となります。ただし、24時間以内に事故速報として監督部に報告が必要ですので、ご注意ください。 そして、商法につきましては、対象外となりますが、自然現象に起因する事故であることの確認のため、主任牛舎による見解書の提出が必要となりますので、こちらもご注意いただければと思います。次に、一番起きてほしくない感電症事故です。これは、電光作物による感電、電光作物の破損や、 誤操作等により、人が死傷した事故になります。感電はもちろん、アークによる火傷や、電撃で驚いた拍子に尻餅をついて骨折してしまったという場合も対象となります。報告の判断基準ですが、1つ目に、死傷原因が電光作物に起因することが明らかな場合、次に、 治療を目的として入院した場合が対象となります。逆に言えば、検査入院、経過観察のための入院、もしくは入院すらしていない場合、例えば通院のみで治療を終えた場合などは報告対象外となります。次に、電気火災事故です。 数は少ないですが、発生するとニュースや SNS で取り上げられることが多い事故になります。電気工作物に漏電、短絡等の電気的な異常が発生し、火災となった事故となります。自家用電工作物であれば、低圧側やトラッキング現象なども対象となります。報告の判断基準については、損壊の程度が半焼以上の火災が対象ということになります。 この反栄とは20%以上としておりますが、これは内閣府が公表している基準で、反栄が20%から70%とされていることを受けて20、20%としております。この焦損は、電光作物単体であったり、電気室だけでなく、事業場全体に対する建屋等の焦損割合のことを指しており、 電光作物のみ、焼損した場合などは、報告対象外ということになります。半小以上か、すぐにわからない場合もあると思います。そうした場合には、消防の判断を仰ぎ、報告対象か、判断することになります。次に、使用電光作物の破損事故です。これは、発電所における事故の報告がほとんどで、 需要設備についてはここにありますように例えば電圧1万ボルト以上かつ容量1万 KVA 以上の変圧器電力用コンデンサーなどかなり大規模なものに限られるので需要設備の事故としては件数は少ないものとなっております。報告の判断基準につきましては主要電光作物の破損事故の場合波及事故と違って 自然現象に起因する事故であっても、速報、商法の提出が必要となりますので、ご注意いただければと思います。最後に、平成28年4月に新たに報告対象に追加された類型になります。これまでにご紹介した事故には該当しませんが、社会的影響を及ぼした事故であれば、報告対象になることがあります。 ここに書かれているような例の事故が対象になり得ますが、最終的にはマスコミに大きく報道されたかどうかがポイントとなってきます。報告対象になるか、最終的には行政判断となります。もし報道がされそうだなといった事故が発生してしまった場合については、まずは監督部へ連絡相談していただきたいと思います。 自家用電工作物の年度ごとの事故発生件数の推移です。令和3年度は146件の事故が発生しております。令和2年度に比べて2件減少しております。また、関連不詳事故は13件発生し、令和2年度に比べて5件減少しております。また、波及事故は平成28年の 電気関係報告規則改正により自然災害が原因の事故が商法の報告対象外となって以降最も少ない発生件数でしたまたこちら1件の事故で複数の事故分類に該当する場合は事故分類ごとに計上しますが合計は1件として計上しております令和3年度は感電不詳と火災に該当する事故が1件 使用電光作物破損と社会的影響を及ぼした事故に該当する事故が一件発生しております。令和3年度における波及事故の原因分類の内訳になります。波及事故の原因としては保守不備が全体の約8割を占めております。また、濃い過失とは点検時の手順ミスや電気設備とは関係のない工事業者が 引き込み線を断線してしまうといったことや、主任牛舎の試験手順のミス、危機、操作誤りなどが対象となっております。電気設備の経年劣化に対応できていなかったという事故が多く、計画的な設備更新等ができていれば、防げた事故がほとんどだと思います。次に、波及事故の設備別の事故割合です。 高圧引き込みケーブルに起因すするもののが全体の6割以上となっておりますこれはパス UGS を設置していない事業場において高圧引き込みケーブルが絶縁破壊を起こして波及事故になったというものがほとんどとなっております次に高圧引き込みケーブルの保守不備が事故原因になった事業場について 高圧引き込みケーブル絶縁破壊時の製造後経過年数についてまとめたグラフです。令和3年度はこのグラフのようになっております。例年おおよそ製造後20年を超えると事故が増えてきており、我々としても20年を超えたものについては更新の検討をお願いしたいと考えております。このページからは、 波及事故の事故事例をいくつかご紹介いたします。一つ目は毎年変わらずの波及事故で一番多いパターンの事故です。この事業場は 6.6kV の受電電圧で事故現場としては飲食店になります。製造後37年経過していた高圧引き込みケーブルが絶縁破壊し区分解兵器が MDS で事故点を切り離すことができずに波及事故に 至っております主任技術者は年次点検における絶縁抵抗値に問題がなければ絶縁破壊に至る可能性はないと考え経過年数を考慮してのケーブル更新の提案は行っておりませんでしたそのため設置者としてもケーブル更新の必要性はないものとして捉えていたとのことです本電気事故を受け UGS を設置しまた 更新時期を迎えた電気設備を計画的に更新することとなりましたこのように直近の絶縁抵抗測定において問題がなくても劣化が急速に進行し絶縁破壊に至るケースも発生しております特に電気主任技術者は設備の経過年数を踏まえての計画的な更新を提案するようにしていただきたいと思います 次の事例ですが解体業者が作業中に誤って充電中のケーブルを切断して波及事故となった事例です解体業者が作業中に配管内部の高圧ケーブルを傷つけ UGS が未設置であったために波及事故となりました本県では設置者側から電気管理技術者に解体工事のことが伝えられていなかったために電気管理技術者による工事内容の確認や 監督が実施されておりませんでした。解体工事中に意図せずにケーブルを傷つける可能性がございます。それによって波及事故が起こらないよう、電気管理技術者による事前確認や監督が実施されるようお願いいたします。次に、こちらの事故は、短絡設置器具を取り忘れたことによる事故となります。普段、停電点検を実施されている方なら、 それだけで状況がイメージできるかと思います。当該事業場で作業者が停電させた後に清掃点検作業をしておりました。当日気温が高かったこともあり、早く作業を終わらせようとして、自身の経験に基づいて復電作業をしてしまいました。その結果、ディスコンのヒンジ部3箇所に取り付けていた短絡設置器具を取り外すのを失念し、 そのままパスを投入し、波及事故に至りました。こちらは確実な作業実施のために、作業手順を必ず確認するようにしてください。次にこちらは、波及事故における設備ごとによくある事故事例をまとめたものです。高圧引き込みケーブルにつきましては、自然劣化等による絶縁破壊、高圧区分解兵器もなく、 波及事故になってしまったまた主任牛舎に連絡なく工事等を行いケーブルを切断してしまったという事故が多くありましたパスにつきましては雷サージ水分侵入等によりパスが爆発してしまった VCB や NBS につきましては自然劣化または湿度が原因で波及事故になったという事例が多くございます。 次にこちらは、波及事故の防止対策についてまとめたものになります。まず、パス、UGS は設置をお願いいたします。次に、高圧ケーブルにつきましては、水の影響等への耐性が強化された EE タイプケーブルもありますので、敷設状況等も考慮した適切な更新をお願いいたします。なお、キュービクルの風雨対策もお願いいたします。 キュービクル内への鳥獣等の侵入対策もお願いいたします。穴が開いている部分はシール材で塞ぐ。大きな通気口はパンチングメタル等で穴を細かくする。サビからの破損を防ぐためサビ補修は定期的に行う。また、高圧充電部には、相関・絶縁バリアを取り付けることも有効な対策となります。監督部では、 波及事故を起こした設置者にアンケートをお願いしております。まず管理技術者等とのコミュニケーションについてですが、赤枠で示しました通り、点検記録の受領、説明、意見交換まで行っていたが77%でした。一方で、波及事故のリスクを十分理解、認識していたという設置者は46%となり、 聞いたことある程度、事故が起きて初めて知ったを合わせると5割以上になるという結果です。普段から設置者には事故のリスクを十分に伝えていただきますようお願いいたします。少なくとも初めて知ったというのはゼロに近づけていただければと思います。次に波及事故対応での損失金額についてです。 一番多いのは100万円から300万円。高圧引き込みケーブルの更新、パス、UGS の設置を行うと大体この金額になるということです。ただしそこに営業損害や賠償費用が加わると300万円から500万円、中には500万円以上となるケースもあります。波及事故は周辺の需要家に迷惑をかけるだけでなく、 こうした金銭的な損害が発生する可能性があることを、設置者にもご認識いただければと思います。こちらは、感電死傷事故の月別発生件数となっております。令和元年度が10件、令和2年度は18件であったのに対し、令和3年度は13件でした。また、令和2年度に引き続き、感電死亡事故が1件発生しております。 感電死傷事故は例年8月に比較的多く発生する傾向がございます。夏の暑さのために注意力が落ちてしまう。保護具をつけずに作業してしまう。あと、汗もかいており、感電しやすい状況が揃っております。令和2年度においては、気温の上昇する7月以降は、毎月感電死傷事故が発生しております。一概には言えませんが、 体が暑さに慣れていない中で、そのような状況になると事故につながりやすくなるのかもしれません。くれぐれも暑さにはご注意いただければと思います。こちらは令和3年度に発生した感電死傷事故について、事故時の状況と被災者の属性をまとめたものとなっております。電気設備の点検時の感電が7件。 電気設備の工事における関電が3件、その他が3件となっております。次のページ以降、令和3年度に発生した関電事故の事例についてご紹介をさせていただきます。まずこちらは、2名の作業者が各々作業をしている最中に発生した事例です。電気管理技術者が年次点検を実施する一方で、 工事会社の社員が VCT の取り替え作業を実施しておりました。電気管理技術者は VCT 取り替え工事の立ち会いをしていたのですが、作業時間の短縮になると思い、その場から離れて SOG 制御装置の動作特性試験をしようとしました。この作業は当初の予定にはないもので、関係者に周知されておらず、一連の 作業手順を関係者が確認するための手順書等もありませんでしたまたこの試験で外部から電圧を印加するとパス本体内蔵の VT への昇圧防止のために電源用配線を SOG 制御装置から取り外さなければなりませんでしたが取り外さずに外部電源を印加いたしましたその際電気事業者側の作業者が VCT 取り替え作業の 高圧側配線を接続する作業中で VCT 深川配線とキュービクルの高圧母線を手で持っていたところ感電をしてしまいました保安の監督をすべき電気管理技術者自らが停電中の作業関係者に連絡をしないで事前打ち合わせと異なる手順スケジュールで試験を実施したために発生した感電事故です作業手順の遵守もさることながら 事業場内のすべての作業者に作業の情報共有を徹底することの大切さを痛感させられる事例となっております。次にこちらは、電気主任技術者が高圧コンデンサー板の蛍光灯を交換していたときに発生した感電負傷事故です。この時、電気主任技術者は無停電の状態で単独で作業をしておりました。 またヘルメットや絶縁手袋等の安全装備を着用しておりませんでした電気手人牛者は脚立に登って蛍光灯の交換をしようとしたところ頭部が高圧コンデンサー板の照明器具の上部にある暖炉器に接近し感電いたしました合戦状態の設備に近づくことは非常に危険です 停電の上で作業をお願いいたします。また、充電部に近接する作業を伴う場合、必ず絶縁用保護具を着用してください。普段何気なく行っている作業について、今一度危険がないかどうかの見直しをお願いいたします。次にこちらは、エレベーターの点検作業者が誤った作業手順で作業したことで発生した事例です。 作業者は制御盤裏側から電源ユニットを着脱すべきところを制御盤表側から取り外しバッテリー交換後に表側から取り付け直そうとしたところ主回路インバータ回路の充電しているコンデンサーの金属バーに触れて感電し右肘を制御盤カバーにぶつけて列傷したという事故ですまた作業開始前に主回路を開放すべきところを作業者は 電源部等に触れなければいいと判断して解放しておりませんでしたそして主任牛舎にこの作業の連絡をしておりませんでした独断での作業は非常に危険です決められた手順に従って作業をするようにしてくださいまた必ず主任牛舎に事前確認を行ってください 次にこちらは造園業者が高所作業者にて樹木伐採作業中に発生した公衆関連死亡事故です。被災者を含む2名が高所作業者の作業台に乗って樹木を伐採する作業をしておりました。作業中にバケットが高電圧送電線に接触または接近したことにより作業者2名が受傷しました。その後作業員2名の死亡が確認されました。 こちらの送電線近接における作業について送電線の設置者には事前の連絡がなかったため施工方法の確認等の事前協議は実施されておりませんでした。また監視人の設置などの必要な保安措置についても講じられておりませんでした。なお令和3年度は同様の送電線下での事故が東部管内で3件発生し 3名死亡、1名負傷しております。送電線は直接接触しなくても近接した場合、アークが発生し大変危険です。電線付近においてクレーン車等で作業をする場合は、電線設置事業者までご連絡いただき、事前に工事内容の協議、現地調査の依頼をお願いいたします。 次にこちらは感電死傷事故の要因をまとめた図になります。感電死傷事故の要因としましては、主に手順不良、工具、防具不良、過失、準備不足など4つありますが、実際は1つではなく複数の要因が重なって事故に至ることが多いかと思います。例えば KY ミーティングを行わず停電しているだろうと防具をつけずに予定外の行動をして感電してしまった場合準備不足のため工具防具不良により事故となった場合等があります次に感電死事故の防止対策として主な項目を説明させていただきます1つ目停電計画を作る際は余裕を持って 停電範囲・停電時間をとっていただくようお願いいたしますこれがないとどうしても焦って予定外行動などにつながってしまいます二つ目設備・作業者の安全対策特に夏場でも保護具の着用はしっかりとお願いいたします三つ目設備・作業の管理電気室・キュービクルの鍵の管理はしっかりしていただき 誰でも使える状態とならないようお願いいたします。4つ目、マニュアル類・手順。ベテランの方でも、うっかりミスは起こりうるので、チェックリストの活用などは有効かと思います。5つ目、教育・訓練。今まで申し上げたような対策をしっかり教育・訓練いただくことで、事故の未然防止につなげていただくことが重要かと思います。 設置者の方向けに点検時などの停電をお願いする際にご活用いただけるパンフレットを作成しております監督部ホームページにアップをしておりますのでぜひご活用ください電気事故が発生したら具体的にどのようにすればよいかといった対応の流れについて説明をさせていただきます 電気事故が発生したら、まず速報を監督部に連絡いただくことになります。まず報告のタイミングは事故を確知した時が起点となります。ほとんどは事故が発生したタイミングと同じとなりますが、例えば電気火災で半章以上かわからない場合は、消防から半章以上と判断があった時が確知日となります。また、感電死傷事故で 被災者状況が通院なのか入院なのか入院理由が検査入院なのか過料のための入院なのかなど被災者の状況がわからない場合は過料入院と判明した時が確知した時ということになりますそして速報は確知した時から24時間以内に監督部宛てにご連絡をいただくことになります 連絡先は発電設備と需要設備で分かれておりますのでご注意ください。また、速報の様式は監督部ホームページに掲載しておりますのでご活用ください。次に、各地日の30日以内に商法をご提出いただくことになります。提出時は報告書本体のほか、事故状況のわかる写真、単線決線図、 法内図、月次点検、年次点検の記録、過去3回分の持参をお願いいたします。次に、令和元年度から運用が開始された商法作成支援システムについてご紹介いたします。本システムは、事故を起こした事業者が商法を作成する際に、内容を漏れなく適切に入力できるようにするためのシステムとなっております。 商法提出時は本システムを活用して作成した様式本体をプリントアウトしてご持参くださいまた別途電子媒体も CDR かメールにて提出をお願いしております事故が起きてしまった場合には二度と事故が起こらないよう再発防止策を検討いただきますこの再発防止策の検討が不十分な方が多く 要は再発が容易に想像できてしまうということです1の事象確認は誰でもできておりますケーブルが絶縁破壊し、チ落したから波及事故になったといった感じです2の原因究明ができていないケースが多く、ほとんどの方の検討が不十分ですこの部分が間違っていたり、根本的な原因でなかったりすると、是正処置も誤ってしまいます 3の応急処置は、被害拡大を防ぐことが目的となるので、迅速性が求められます。4の是正処置は、2の原因究明で特定した原因を取り除くための再発防止策を施すということです。そして最後にその効果を確認します。4の是正処置がまともに機能しているかを評価して、機能していなかったら意味がありません。 我々は商法提出を受ける際、重点的に確認をさせていただいているのは、原因と再発防止策です。こちら、波及事故の商法提出の際によくある原因と再発防止策の例を示しました。こちらのスライドの原因のところには、高圧引き込みケーブルが絶縁破壊したですとか、 パスが設置されていなかったなどの事実のみが記載されております。なぜそうなったかということが記載されておりません。これだけですと、ここに記載した内容が不足していると考えております。原因究明が不十分ですと、再発防止策も一時的な対策しか立てられないということになります。なぜパスが設置されないままになっていたのか、もしくはなぜ 高圧引き込みケーブルが絶縁破壊に至るまでになってしまったのかなどを特定してご記載いただきたいですその上でその対策を記載していただくことも必要と考えております原因特定の方法の例としてロジックツリーをご紹介いたします。例えばケーブルが絶縁破壊したという事象に対しても なぜそうなったのか、なぜ劣化したものを使い続けたのか、なぜ点検結果を伝える際に設置者に経年劣化が進んでいることを合わせて伝えられなかったのかということで、なぜ、なぜと繰り返して原因を特定することが重要ということです。さらに原因を追求していき、劣化が発見できなかったのは、 点検方法が不適切だったから更新推奨時期を通知していなかったのは経年危機更新の必要性について認識が不足していたから説明しても理解してもらえなかったのは説明方法が不適切だったから説明を聞いてもらえなかったのは設置者が無関心だったからだということが分かりましたこれら4つの原因を考えると それぞれ点検方法の不備、経年劣化に対する理解不足、説明方法の不備、設置者の安全に対する意識の欠如があることが分かりました。このような真の原因となる手法や人に対して対策改善を検討し実施することが必要となります。今後、電気事故が発生しましたら、 再発防止のために十分に原因究明とその対策を実施することをお願いいたします。最後にハインリッヒの法則をご紹介いたします。これは1件の重大事故が発生した場合、その重大事故は単独で発生するものではなく、それまでにヒアリハット事案が300件。 軽微な事故が29件発生しているという法則です普段保安業務を行っている際も法令上の報告対象にはならないまでも軽微な事故やヒアリハット事案は経験された方もいらっしゃると思います重大事故を未然に防止するためには普段からこうした事案をしっかり原因特定し再発防止を行っていただくことが重要かと思います それでは第5章に移る前に本スライドの資料をダウンロードし開くためのパスワードが設定されておりますもしかするとパスワードが知りたくてここまでお付き合いいただいた方もいるのかもしれませんそんな方のためにここでパスワードを発表いたしますパスワードはアルファベット小文字で安全ですそれではあと少しでセミナー動画も終わりますので もう少しお付き合いください。